さあ、有吉弘行サンデーナイトドリームは私が有吉弘行でございます。2019年10月13日でございます。メールちょっと読みましょうか、うん、日ラジオネームニラマイスター。先週の酒井さんの10連ガチャ、運のない底辺の人っているんだなと死ぬほど笑わせていただきました。しかし翌日自分も同じ目になりました。あるの、オールシルバー。ラジオネーム茨城の道の龍二。おい酒井、もちろん今週もドラクエウォークの10連貯めてきてるな。またスライムたちが笑顔でゴミ箱運んでくるところ見せてくれよ。やりますか。貯めたらしいです、ね、一応5000、5000ジェム5000っす。ということは30001回できますね。3000は1回できます。5000も貯めたんですか。はい、偉いな。お前だ、まだイベントがいっぱいあるからな。俺みたいにもうレベル53になるとイベントがないんだ。ジェム貯めるイベントがないからさ。まだやってないイベントがたくさんあって、それで稼げました、ね、結構。ちょっとじゃあ酒井にドラクエウォークの10連ガチャっていうのをちょっとやってもらって、はい、運を見てみましょう、はい。先週はちなみに10個すべてがゴミでした、はい。今回は絶対に大丈夫です。見せてくれ、酒井。どれやるんですか、酒井さん。何の10連ガチャですか。竜王行かしてください。竜王装備の10連ガチャをやります。行、はい、きましょう。わ、ドキドキする。10連。行きます。お願いします。行きます。ドン。全部で。ジェムで3000円分ですよ。もうそもそも絶対金いきません。そんなシルバー2連は絶対に。おい、今全員ゴミです。おい、今全員スライムがゴミを持ってきました。たまれたまれ。ああ1個、1個金、9個ゴミの金が1。酒かよ、ざけてんな、マジで。これはね、はっきり言ってね、全部ゴミです。なんでだお前は。なんでだ。辛すぎるでしょ、ちょっと。全部ゴミ。うわ、黄色なんだった。ちょっと待ってください。攻めたもの金色。ほんと金色だけが。虹が星5、金色は星4。そうです。銀は星3、ゴミ。本当に3番。金4は普通。酒井さん、本当に3番。やばい、ちょっと待って。金も出てこない。あ、いや、来た。金は何でした？パイソンウィップ。ムチ。ムチです。ゴミですね、これ。これ、俺はいらないな、これ。パイソンウィップは。区内も2個出てきたぞ、区内も。2個見た、この10個の中で。2個目の区内。なんで区内出てくの、2個。また来週も。ちょっと待ってください。結構大変です。もう無理。So much stress. Now a variety program. さあこんばんは、オタブルの真珠、広島ガンナ怪談師、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半沢の JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーム、アシスタントこちら。はい、アルカンドピース酒井健太と宮下草薙草薙幸喜です。お願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、またゴミでしたね。なんでそんなついてないの。なんでなんすかね。結局星5の武器が出ないとダメなんだよ ね、 ね、意味ないんだよ。まあ強化に使うぐらいしかできないですからね、ゴミは。2週連続ゴミばっかりですけど、おかしい。ゴミ好きなのか、お前。ひょっとして。いや、それ寄ってくるんすか、うん、いや、滝沢みたいな。滝沢ゴミ好きだけど、ゴミの清掃してるだけだ。欲しいですけどね、レインボー、僕も。ひどいね。虹が普通出るよ、出ますよね。もう出る。おかしい。ダメだ、これ、お酒井。最悪だわ。最悪です。最悪の人間、酒井。いや、それは言い過ぎてます。最悪ゴミ人間。まあ、もっと言い過ぎてる。なんで。おかしいなぁ。ちょっともう見てる人も笑えないよな。金1個入ってるしなぁ。一番ダメですね、これ。金1個入ってるのが一番ダメやつですよ。うん、ゴミ10がいい。ゴミ10じゃなきゃダメだし。ゴミ9だと。一番ダメ。そうね。ドラクエウォークもさすがにもうやることなくて、困ってますけどね。まあ、とりあえず、まあ、ちょっとね、午前中空いた時間で、はいはい、神奈川県を横断しまして、すげえな、お土産4つ集めましたけどね。小田原、鎌倉、横須賀、中華街と、はい、約5時間かけて、すごい、朝6時から、いや、すげえな、やってますんで、
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかだね、今日今もうやってんだ、ちょうどラグビーを、ね、ラガーを、はい、ラガーっていうのかわかんないですけどラグビーやってますよ。7時45分からやってるから、もう今やってます、はい、のバリバリやってます。バリバリですね、はい、見れないですよ、もうまるまる見れない。そうですね、ちょうどまあでもね、はい、ラジオがあるっていうのは、ラジオがあるっていうどうなんですかわかんないですけど、それでもな、はい、実況したいね。あ、そっちなんですか。実況したい、実況しながらやりたい。実況しながらやり、ああ、なんていうの、パブリックビューイングみたいな感じで、ああ、ああ、もうやってますよ。いいじゃないですか、もうやる。どっちだったんですか、入れたんですか、入れられたんですか。なんだよ。なんだよ、お前ら。スネイナイツドリーマーライブオンエア。スネイナイツドリーマーライブオンエア。ユダイキスネタニオシサンデーナイツドリーマー。さあ、東京半蔵の JFN スタジオから生放送、有吉ゆきサンデーナイトドリーマーです。はい、今月のアシスタントはアルコ&ピース酒井健太と宮下草薙草薙幸喜です。菊田健太です。いや、もうやめたいです。もうやめたいです。やめてます。もうやめてるんです。感動しちゃうんですよ、やっぱ菊田健太っていうの。すいません、もと昔タイガーマスクだったみたいなもんですよ。ついつい空中技出しちゃうみたいな。生放送メール送ってください。テーマこちら、私のルーティーン、ルーティーンっていうのかな最近は、うん、はい、テレビ番組で話した私有吉のね、日曜日のテレビを見る行動というのがネット記事な。ネット記事ってなんだわ、焼き語的者どもが。しょうがないですね、こう、もう何なんですよこれは。何なんだ、あの有吉レギュラー3本終了で婚活かみたいな。バカ野郎。いい加減な記事の程がある。そろそろ焼き語て。焼き語て、また焼き語てが過ぎるぞお前ら本当に最近。ね、日曜日私のテレビ見るのはね、サンデーモーニングからサンデージャポンかワイドショーナショー行って、未来モンスター行って、アッコにお任せ行って、テレビタックル、噂の東京マガジンからノンフィクションだみたいなね、これが日曜日のルーティーンだみたいなことを話してたんです、マツコさんとの番組で。ということで、皆さんにも日常の行動パターンを教えていただければということでございます。一部で大丈夫ですよ。お昼はこれやってますか、夜はこれですね、日曜日の朝はこれやってますとかね、普通に書いてくれれば OK です。バイトやって帰宅、スーパーで割引チェック、帰宅、スーパーで割引チェック、購入、帰宅ね。これ私が、まあ、10年以上前、15、6年前に、はい、代田橋でやってた頃です、ね、京王スーパーで、京王スーパーで、ね、来店ポイントもらいにね、毎日行ってましたマンションの下のところにね。しいですね。あるね、住んでましたね、私も。四谷三丁目での事務所で、仕事して、新宿まで歩いて帰って、はいはい、で、新宿の京王スーパーで、京王ポイントをもらって5ポイント。はい、あそこのデパート5ポイントもらえるんですよ。スーパーの方は1ポイントなんですよ。詳しい。京王グループにお世話になりました。すごい。教えてくださいということですね。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。はい、まあいろいろシールとかも差し上げておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで今日は結構いろいろ話すこともあったけどね、まず酒井とあれカレー食いに行ったんだな。あ、そうっすね。俺まだ許してないから。ちょっと待ってください。なんすか。まあそうか。はい。まあ許してないっていうか、まあ、はい、まあ荻窪にあるトマトっていう、はいはい、まあいわゆる食べログみたいな、食べログでは日本一ね、はい、点数4点超えてて、はいはい、最高の店と。まあカレーランキングではもうずっと1位に君臨してるっていうトマトっていう名店があるんですけど。はいはい、うん、そこをだから以前行ったんだよね。以前夏ですね。はい、夏行ったら臨時休業で。あ、そうだ。まさかの、まさかの臨時休業。諦めきれないんで、もう一回堺行こうっていうことになって、はい、行こうとした。前回は9時集合だったね。はい、そうですね。
前回、開店は11時半。11時半。お店の開店は11時半。はい、並ばなきゃ。でもやっぱ俺はもう2時間半並ぶ覚悟があるから。はい、9時集合。行くぼ。はい、行ったら、まあ、はい、臨時休業だったわけだけども。最初はね、最初ね。一番最初。こう、酒井が今度は9時は早いっていう、はい、ことで、はいはい、何時だっけ ?10 時か。10時です。1時間半前で十分だっていうことで、はいはい、まあ、しぶしぶ俺は9時半がいいんじゃないかな。はい。2時間前。やっぱりその名店だしね。はい。いつも行列っていうお話だから、はい、それは、はい。確かに入ってました。まあ、俺は9時半にしようと思ったんだけど、はい、まあ、酒井が、はい。言うから、やっぱ若い人の意見尊重した方がいいなと思って、はい、10時にしたのよ。はい。さら、もう10時に店の前行ったらさ、はい。並んでてさ、はい。結構な人もう並んでましたね。うん、8人ぐらいかな。そうですね、はいはい、8人ぐらい並んでました。並んでて、はい、俺らもう並んだんだけど、はい、1周目じゃないのよ本当に。それはね、途中で、はい、あの店のママさんが出てきて、はい、はい、すいません、ここから後ろの方はあっち側に並んでください、ちょっとマンションの前で邪魔になりますので あちらに移動してください。はい、俺からもう綺麗に2巡目、はい、もうそこで気づきました。僕もあ、これ2巡目だなって主人、はい、許せなかったよ。で、本当すみませんでした。それは本当に殺したかった。なんとかドラクエウォークやってたからね。はい、まだちょっとあれだったけど、そうですね、モンスターを殺すっていうことで意識がいってたからね。どれぐらい待ったんですか。結局1時間半。ああ、1周目も結構中の人もやっぱ量も結構、はい、ボリューム結構あるから。で、やっぱりせっかく並んだんだからって結構みんなおじさんたち堪能するのよ。ああ、はい。ジェニースカッシュみたいな飲んだりね。まあでもそれはそうですね。みんな待ってるのに。はい、で、一番高いの、すげえ高いの。はい。タンカレー。はいはいはい、タンが入ってる。すごいタン。分厚い、もう、すごい、もう高級洋食店のもうね、タンだよね。はい、もうトマトで、それは食えって言われてるぐらいの。3400円ぐらいです。めちゃめちゃ高いだろ。一杯です。一杯、カレー一人前。すごい。な。はい。それも。それみんな目当てに来るんだけど。はい。まあ、二巡目だから俺ら。はい。あるかどうかわかんない。不安よ。あ、はい。大体もう一巡目でタンカレーなくなっちゃうから。普通はやっぱそうらしいですからね。はい、仕込みが大変だから、おやじさんが仕込み大変だから、そんなに数やんないから。はい、で、どんどん一巡目の人が出てって、二巡目俺ら、二巡目の一番入って、はいはい、タンカレーありますか？はい。一つあります。あ、一つ。残ってない、一つだけ。一つあったんですね。ナス1、はい。俺だね、そりゃ、はい。そりゃそうですね。王様よ、二軍の王様。後から来る二巡目の奴ら、みんな、はい、タンカレーあります？ないんです。あ、タンカレーありますか？ないんですよ。タンカレーありますか？ないんですよ。いろんな奴いんな。その二巡目のメンバーがいる中で運ばれてきた私のタンカレー。はい、すいません、タンカレーです。おお、あれがタンカレーか。おお、やっぱり輝いてるな。すげえ、どんな味がするんだろう。有吉さん、タンカレー少し分けてください。言ってない、言ってないから。もう有吉さん、来年はもう一軍ですね。頑張ってくださいみたいな。二軍の王様。あ、でも最高の気分だったね。あの店の中で一人だけ。そう。二巡目でタンカレー食べてた。あ、じゃあギリギリだったんですよ。本当のギリ。あれマジでタンなかったら俺殺してたよ。危なかったですね、酒井さん。危なかった、あってよかったわ。最高だった。本当に。うわ。もう、お、45なのにさ、はい、ご飯大盛りにしてさ。すごかった。野菜ゴロゴロも足してさ、はい、なあ。で、一緒に帰ってたんだよ。はい、電車で、丸の内線で、はい。途中でお腹痛くなっちゃった。死んだ頃で、うんこしたいからって、酒井と別れちゃった。途中で降りて、途中下車。そして、新宿まで行きたかった。
限界でした。限界でした。死んだからで。降りるしかない。たくさん食べたんです。たくさん食べた。すごい量だもん。いや、うまかったな、でもな。美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかった。美味しかった。はい。酒井さんは何食べられたんですか？僕はビーフカレーです。あ、ビーフカレー。ビーフカレー。ビーフカレーも、ね、まあ庶民の味よ。高いね、でもな、2000くらいするな。ビーフカレーでも相当うまいです。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。もう全然ビーフカレーでもいいんだよね。いいぐらいです、本当に。だけどタンカレーがそこまで言うからみんなタンカレー食べたくなる。ビーフカレーはやっぱすごいタンでした。いやー、すごい。分厚くてもう。なぁ。でっかくて。もう、タン様だなぁ。タン様？タン様！俺、羽田空港降りたら、タン様！ヨン様みたい。タン様！羽田行ったんですか？タニョハセヨ。タニョハセヨです。めちゃくちゃそんな悪いことじゃない。そう、泣いてんすか、泣いてんすか、どっちなんすか。笑ってるわ。むちゃくちゃ笑ってるわ。なんでだろう。エコーかかった、エコーかかった。どうしたんすか。ジョーカー見てませんか。ジョーカーかい。映画ジョーカー。ジョーカーか。見てない、ちょっと見てないです。え、見たんすか。笑いが止まらなくなる病気なんです、ジョーカーは。ハリさん見たんですか。見ました、ジョーカー。ジョーカー、さあなぎくん、はい、お久しぶりだね。ジョーカーだよ。先週ぶりです。見てもこれなんですか、ジョーカー。見ても見てもこれなんですか、このクオリティなの。ジョーカーは酒井くん、はい、はじめまして。やってますよ、何回も。はい、もちろん。あるのかな、このシーン。見たんすよね、ジョーカー。せっかくうちに来たんだから、タンカレー食べて。ジョーカーのタンカレー。くだ。ジョーカー面白かった。面白かったっすか。ああ、もう、よかったわ。ちょっと待った、やば。見てないの？ちょっとまだ見てないです、ジョーカー。はい、ああ、そう。いや、俺はもうジョーカーもう好きだったね。ジョーカーになりたい。やっぱりジョーカーになりたい。ジョーカーになりたくなるんですよ。なりたい。あ、見たらなりたい。もう、ね、ゴッサムシティをめちゃくちゃにしたいよ。俺も。あんま良くない。悪者ではあるんですもんね、でもね、ジョーカー。めちゃめちゃ悪者だけど、やっぱその悪者になっていく過程がね。やっぱり悲しみ抱えてんだな、ジョーカーも。も笑顔の、ね、中にも、笑顔の中にも、ね、いろんなお笑い声が。あ、高い笑い声もね、あるんですね。ちょっと。いや、ちょっと。じゃあ、笑い声。じゃあ、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 笑ってるわ。酒井くん。こんな映画なの？知らないっす。最高の気分だった。おぎくも。おぎくもかい。最高だったな。最高でしたね。本当に。めちゃくちゃ。酒井は説教だけど。ちょっと本当ごめんなさい。マジで二巡目なんてありえないから俺。ギリギリだから二巡目だったんですよ、本当に。はいはいはい。もう一個早ければ。いや、だけどやっぱ一番に並びたいの俺。はい。悪いけど。はい。ただでも二巡目のキングを味わえるってなかなか僕はないんじゃないかなとは思います。だけどやっぱりさ、カープの堂林じゃないんだけどさ、はい、もう二軍の、はい、もう二軍の王様って言われたくないのよ。マスパの旦那じゃないと、はいはい、二軍じゃお前すごいなみたいな、はい、二軍の三冠王だねなんて言われたくないの俺。一軍のお前エースとしてやりたいんだよ。一番に行ってタンカレー食べたかったの俺は。一番のタンを。一のタンを食べたい。街一番のタンを食べたい。一番のジョーカーになってるまだ。ジョーカーになってる。Slay Night Dreamer Live on air。今日誰か聞いてんの？日本みんな応援してる。勝ってるってよ。すごいっすね。日本今。はい。いっちゃいますよ、1位通過。いっちゃってる！
ナダルさん、ナダルさん、ナダルさん。今日はちょっと荒いよ放送が。まあ誰も聞いてない。確かにまあ今もうラグビーに夢中かもしれないですね。はい。まあそうあってほしい。はい。畠山くんがさ、はい。なんかラジオ、ツイッターでさ、はい。ラグビーとラジオ、ラグビー音消してラジオ聞こうって書いてあったからさ、いかにしろ。集中しろ。って言ってた畠山君、今日なんか珍しくね、まああの人もほら役員だからさ、うん、ラグビーチーム協会、はい、選手会のなんかツイッターしてた、ちょっと読むね、はい、スポーツは勝利が全てではない、ただ勝て勝てという指導者や監督の下でプレーした経験はありますが、それは低次元の話、はい、勝利を目指すことは当たり前です、プロならばなおさら、大事なことは何のために戦い、何のために勝たなくてはいけないかです。うん、日本ラグビーの歴史、日本ラグビーのファン、それはもちろん僕は世界のラグビーの発展、ティア2と呼ばれる国々のために勝ってほしい。サモア、トンガ、フィジーなど経済的理由で長期的な強化が難しいティア2の国々に強化する価値があること、ティア2や新興国の存在がラグビーの発展に必要なこと、日本がティア2、新興国の希望の光、存在であることを示してほしい。ティア1になることを目指すよりも、ティア2を取りまとめるリーダーとして、アジアラグビーのリーダーとして、彼らの声を届けるため、ティア2も強化すればティア1に勝つこと、ワールドカップを開催できることも、今日の試合で示してほしい。ラスト、スポーツは勝利が全てではない。しかし、勝たなければ得られないものもある。世界ラグビー、アジアラグビーの発展、ティア2国の思い、価値、存在、日本ラグビーの新たな歴史、日本ラグビーを応援してくれる全てのファン、台風の被害で苦しんでいる人たちのために、全てのために今日は勝ってくれ。うん、うわぁ。ジョーカーになるんだ、ここで。めちゃくちゃいいこと言ってます。めちゃくちゃいいこと言ってる、畠山。すごい熱いこと言ってます。まあ、いいことだな。すごい熱いこと言ってます。ありがとうございます。ちょっと待ってください。いや、聞いてる方いますから。何人かは。草薙くん、はい、いらっしゃい。はい。いいこと言ってますから、はい、おかしいから笑ってんじゃないのよ、ジョーカーは。でもああそうなんですか、病気だから緊張したりとか苦しかったりとか、グッと追い込まれた時に笑っちゃう。なるほど、そうだったね。だから今のグッと来たんです。あ、グッと来たわけですね。頑張ってんな畠山さん。なるほど、はい、あ、そういうことか。このまま勝ったら本当奇跡的だな、4連勝めちゃくちゃすごいですね。本当、はい、すごいな。やっぱりバスケやってた草薙もちょっと気にはなるだろ。そうですね、あの、はい、気にはなります。ポイントガード、まあ、そのバスケあんま関係ないですけど、気にはなりますよね、これ酒井さんね。気にはなってますね、やっぱり日本、はい、日本人、はい、よかった。じゃあちょっとあのメールも来てます。はい、ラジオネームロンより証拠の大ライス。タン様、プラチナのアナルパール持ってきました。タンカレー食べさせて。はい、タンに発せよ。流行るかな。タン食べますかってことですか。タンに発せよ。いや知らないっす、流行んないっす。タンにちは。日本語で言うとタンにちは。日本語で今日誰も聞いてない。聞いてますって。何人か楽しみにしてますよ、はい、あ、そう。ラジオネームジャスティック FM 群馬。ジョーカーさんの好きな食べ物は何ですか。何だと思いますか、お二人さん。タンカレーじゃないですか。タンカレー、タンカレーですか、はい、タンカレーだと思います、はい、正解はね、タンカレーで。めちゃくちゃ怖い。曲いきます。ビーズでつわもの走る。サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送です。はい、今夜のアシスタントはアルコ&ピース酒井健太と宮下草薙草薙幸喜です。
はい。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュースに行きましょう。まずはこのニュースから。ウォーキングデッドシーズン11が決定。もうややこしくなりますから。ウォーカーと呼ばれるゾンビがはびこる世界で生き残る人々を描いた海外ドラマウォーキングデッドのシーズン11の正式決定が発表されました。さらに主要キャラクターマギー役のローレン・コーハンが新シーズンでレギュラー復帰することも明らかになりました。ローレン・コーハンって結構やばいね。下ネタです。危ないですね。ローレン・コーハン危なかったです。タケさんになったら言っちゃうな。ローレン・コーハンがよ。コーハンか。お姉ちゃんコーハンやらせて。コーハンはい、俺の後半見てちょうだい。たけしさんですか、どっちですか。今どっちだ、ジョーカーなのか分かんなくなるんですよ。ウォーキングデッド、まだ9までかな、日本だと多分。あ、そうですか。シーズン9、9までじゃなかったっけな。10はまだだったと思うな。っていうことか。もうシーズン10はもう決まって放送、もうアメリカしてんのかな。で、シーズン11か。まだ見てんのよ、俺も。しっかり追いかけて。結構もう長くなってた、だれるけどね、結構ね。いや、それよりやっぱり、あの、アマゾンプライムのザ・ボーイズ見てほしいよ、やっぱ。ザ・ボーイズ。僕、見ました。見た？ 3 話ぐらいまで、はい。どう？いや、ただその前回有吉さんがなんかよくあれヒーロー側に感情輸入して見れるなって。あれ僕そうなの。はい、あれなんそれまともな意見かもしんねえわ。いや僕見てて、あ、そう、はい、あれ有吉さんなんかその、うん、聞き間違いかなってよくあれこれヒーローに感情輸入して見てるから。あ、なりたい、こうなる。あ、わかるわかるあれよく全然。いや、あれはちょっとヒーロー側では見れなかった。そうなの、まあ、そうなの、はい、そうなんだけどちょっと偏ったけど。そうなの、面白かったです。すごい面白い。そうか。そうだ、やっぱそうなんだな。お恥ずかしい。続いては、まあ、はい、はい、このニュース。マシンガンズギネス記録更新。何それ。マシンガンズとハマカンが MC を務めたドラマ俺の話は長いを PR する生配信番組が、うん、世界で一番長い宣伝配信番組のギネス記録を更新しました。記録は28時間5分27秒でした。しょうもないな、もう次行こう。いやいや、いや、マシンガンズ早い。マシンガンズしょうもない。こんなんギネスって俺全然興味ないんだよ。だからって感じ。でもマシンガンズさん、はい、そんなことよりもお前マラソンでお前非公式記録だけど、すごかったっすね。2時間切ったぜ、ついにマラソン。キプチョゲさん、ケニアの、はい、なあ、そうっすね、来たよついにこの時代。あのレースのやり方すごくないですか。すごい、先導40人車も いてみたいなやり方だろ、はいはい、キプチョゲだっけ。キプチョゲ、キプチョゲっていうのがいいじゃん、また速そうだ。あれ出てくるぞ、あれあれすごいっすね、多分本当に。感謝祭に。感謝祭っすか。感謝祭。いや、オリンピックとかこれからもうとんでもないやつになりますよ、あれ。エリュードキプチョゲ、キプチョゲ、キプチョゲっていうのがいいよ。なんか、ああ、そうですね、チャプチェっぽいや。いや、好きっすね、なんかチャプチェとか。キプチョゲ2時間超えると、まさか1分39秒の世界。すんごい速さでしたけどね、なんかちょっと見たけど。このだからキプチョゲのな、人類が初めて 42.195 キロを2時間切った記録に比べて、はい、お前このマシンガンズの記録なんだ、どうだ。いやでも、草薙。いやでもこれ、いや、マシンガンズ、ちょっと28時間越しない。そうだ。そうだよ、こんなに。一旦ブレイクしよう。Stay Night Dreamer。Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer. 勝ってるって言われてる。いや、すごい。すごい、すごいですね。感動！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 ケダ！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 ジョーカーだった。浜口さんだと思ったら、ジ
ジョーカーです。草薙君、何なんですか、これ一人一人。京子と結婚してくれないか。いや、どっちなんですか、だから。ジョーカーじゃないんですか、今の。浜口さんだったら。いろいろな人が。ラジオネームゲスザワ FM 群馬有吉さん、先ほどのツイート読み上げを受けた畠山選手が、うん、サンドリの SND とハッシュタグをつけてつぶやいたところ、うん、丸山桂里奈さんがサンドイッチ食べてるの、うん、なんすかね、SND サンドみたいなからハッシュタグつけてつぶやいたんだって、はい、そしたら丸山桂里奈ちゃんが、はい、サンドイッチ食べてんの、何だ、畠山選手にリプライ送っていましたまさか丸山桂里奈さんも畠山選手がラグビーを見つつサンドリを聞いてるとは思いました畠山君ラジオ聞いちゃダメだって集中しなさいよちゃんと見なきゃいけない人ですからねまあでも見なくても分かんないな、変にだって解説とか聞いた実況とか聞かなくても分かるんだもん な、ね、だって本当はプレー見てるやな、そういう見方もありますもん、ね、邪魔なぐらいだよ、ね、はいはいはい、なサッカーとかもそういう見方する、ね、まあ、そういうもんなんだな、うん、いやー、畠山が至急ね、もうラジオ消してくださいなラジオのリモコンてんこ盛り FM 映画ジョーカーは内容が過激すぎて、はい、ジョーカーに触発されて犯罪を犯す人が現れないようにアメリカの映画館では手荷物検査を行うところがあったみたいな、うん、そうなんだよね、うん、それぐらいカリスマ性あるみたいなことなんですよ、ね、前の時もそうだったみたいね、なんか問題があってっていうことだよね、はい、うん、前のだからそのヒースロジャーだっけ、はい、ヒースレジャーだっけ、ヒースレジャーとはまた違うのにな、なんかでもすごいな、やっぱあのジョーカーっていう役をやるとやっぱこう憑依するのかなみたいな役者の人もな、なんかいろいろありますもんね、命がけでやってやろうみたいな感じになるんだろうな、うん、大役だから、はい、今回のもすごいんですか、めちゃめちゃすごいよ、最高な、俺やっぱりもうちょっとやっぱりハゲさして髪伸ばしてさ、はいはい、であの体型ももっとガリッと しようと思ったもんちょっとバレエとかモダンジャズがちょっと踊った時に気持ち悪くなる江頭さんみたいな、江頭さんだね、完全に日本のジョーカー体型とやってることとハゲ具合見てた江頭さんなんですか、ジャパニーズジョーカー江頭2時50分アカデミー、アカデミー賞取るんじゃない江頭さん、江頭さん来るかな、オファーもうどうかな、あれマジで今回ジョーカー役やった人に江頭さんのドキュメンタリーの映画やってほしいもん、はい、江頭役で逆にトルコであのフルチンででんでん太鼓叩いて捕まったりさ、いろいろありますからね、伝説もそういうやっぱり深夜2時50分になったら人が変わる様子の江頭さんの感じとかさ、はい、そういうところ今回のジョーカー役の人にやってほしいなと断りますよ、その江頭さんはすごい、やっぱりジャパニーズジョーカーだね、江頭さんジャパニーズジョーカー、ジャパニーズジョーカーちょっとまだ見てないから、ね、ちょっと見るべきでしたね、見るべきだったな、絶対見てきて、はい、あ、見ときます、暇見つけて、はい、お願いします、絶対見ます、草薙は見ない方がいいかもしれないね、何ですか、ちょっと影響されて、はい、ちょっと渋谷とかで暴れたら困るもんね僕そんな風に見えます、影響されるか、影響されるかもよちょっとジョーカーの心情がわかるかも。ああ、なるほど。ちょっとこう虐げられてる感じとかちょっと。ああ、虐げられて僕はい。辛いだろ。いや今そんなこと言えるや。恵まれた豚かお前は。恵まれて餌もしっかり食える養豚場の豚かお前は。いや違います。違います。俺は狼。有吉さん、こっちのセリフです。こっちのセリフです。いろいろ今日は出てくるな。いろいろ出てくるよ。いろんな球投げてくるよ今日。どれも使い物にならない。変化球十、変化球十二種類あるんですけど、どれも使い物にならない。ちょっとしか分かんない。ワンダーボールが。はい、町の賢者です。あなたブルーシーターワンカッパーダンボーラーが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらっています。マジでこのラジオが終わる10時ぐらいにラグビーの試合終わるってことだろう。そうですね、はい、もし勝ったら俺この足でやっぱり渋谷行ってビール飲みに行こう。行かないでしょう絶対。そう、あのほらトーテンポールみたいにしてボール取るやつ外国人とやるの一番嫌いですよ、そういうの。一番嫌だと思う俺も。おー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 
歌わないですよ。一番嫌じゃないですか。一番嫌じゃないですか、そういうの。何の歌だ、何の歌これ。王貞治です。ちょ曲がんないんです。全然曲がんないんですよ、この歌。だらだらすぎますよ、さすがに。聞いてますから。畠山さんだって聞いてんだから。聞くなよ。今日だけはみんな許してやるよ。ラグビー見ていいよ。ハマチの賢者。はい、行きましょう。はい、はい、行きます。うん、ラジオネーム三平。台風でいろいろ大変なので、明るく楽しいニュースを探そうと思い、ダブンの宝庫であるアメブロを漁ってみたところ、あのルー大柴さんが、南武線の駅の名前をルー語で紹介するという大変面白そうなブログを書いていました。ルー語でステーション。This time は sometimes ユースするナンブライン、リバーザキ、武蔵スモールすぎ、武蔵センター原、武蔵ニューシャトー、武蔵ディッチのマウス、フチュブックタウン、ブバイリバービーチなど、ナンブラインはヘッドに武蔵がついているステーションが4もあり、ファニー有吉さん、いかがでしたか？楽しんでいただけましたでしょうか？もしかしたら今回のルーゴはそれほど冴えてなかったかもしれません。何十年同じことやってんだよ、新鮮味ゼロだろという意見もわかります。しかし、大芝は、ヤブカラスティック、いい加減にホワイト、バカもホリデーホリデーなどの爆発的なヒット作も生み出していますし、かつて和田アキ子に名前を間違えられて、ヘイ大久保と呼ばれたことがあるという超絶鉄板エピソードも持っています。どうかこれに懲りることなく、これから大芝をよろしくお願いします。大芝って言うね、ルーさんだよ、ルーさんだよ。ヤブカラスティックとかさ、いい加減にホワイトってさ、はい、エグジットっぽいな。一瞬待ってた。エグジットってやっぱルー大芝の流れ組んでるな。っていうことはやっぱ萩本だな。萩本、金ちゃん、金ちゃん劇団、はい、ルー大芝、小堺、まあ、関根つとむぐらいあって、エグジットだね、最初。エグジットさん、そのラインだったラインなら確実に。浅井のラインなんですあんまり悪口も言わないですよ、ほら。ああ、そうですね。悪口も言わないですよ。ああ。浅井企画だな、エグジット。エグジットですけどね。完全に。あ、そうか。はい。ラジオネーム、田中誠志郎。辻人成が猫語で猫と会話をする住職、辻坊主となって、10代の悩みに答えるという謎が謎を呼ぶ謎の記事を見つけたので紹介します。友達を作れないのが怖いという女子高生からの相談。以下辻坊主の回答なんですが、鬼クソ長いので割愛しますね。今友達を作ると言ったな、それがそもそも間違えておる。わしは友達を作るとかできたという言葉は使わない。友達になるという言い方をする。言葉遣いの差だと思うなかれ。そこに思い上がりが潜んでおる。プラモデルみたいに自分勝手に作って、飽きたら途中でやめてもいいよというようなおもちゃじゃない。友達に完成形はない。永遠に続く道のようなものだ。共に一緒にそこを歩いていく中で、関係が深まっていき、最終的に親友と認め合うようになる。まどろっこしいし、長えし、長え割にあんまわかんねえし、永遠に共にとか、お前といい、陣内といい、一人の女とてめえの人生も歩めなかった野郎って、こういう言葉ほんと好きだな。雰囲気出したいのはわかるけどな、てめえも坊主名乗んなら10代だけじゃなくて、寂聴みたいに悩んでるじじいやババアの話も聞いてやれ。同じような悩みに対する、恵比寿坊主の回答聞いとけよ。この前集団的自衛権についてのインタビューを受けたら、知り合いからデモに参加しないかと誘われるんです。どうやって断ろうかと頭が痛い。友達なんていらないですよ。な、辻、こういうことだ。頭丸めたら銀色のタミヤカラー吹きつけてもっぺん悟り開き直す。もうちょっと悪口いけたんじゃないかな。
悪口ってなんだよ。悪口ってなんだよ。悪口って。なんだ悪口なんて言ったことないです。悪口なんて言ったことないです。いろいろ出てくれなきゃ。どうしようか。ラジオネーム。うん、どうしようかな。そういや、ジョーカー、映画ジョーカーさ。はい。はい、俺が見てたドラマのアトランタっていうメンバー、アトランタに出てたメンバー出てきてたりね、うん、はい、ロバート・デ・ニーロ出てんのよ。ロバート・デ・ニーロってさ、あ、めちゃめちゃいろんな映画出てない？あ、確かに、はいはいはい。なんかさ、あんだけ名優、まあ、今回のジョーカーに関しては、まあ、面白い、すごい映画だったから、はい、ロバート・デ・ニーロ出てもいいんだけど、ロバート・デ・ニーロってさ、名優の割にいっぱい出てない？出てますね。ちょい役みたいな。確かに、カメオ出演みたいなのありますよね。あるよね。はい。なんか、待って、きったねじじだな。ロバート・デ・ニーロ。デ・ニーロか。まさかここにデ・ニーロか。よく出てる、あいつ。はいはい、出てますね。よく出てるな、本当に。なんかもう、またかよ、みたいな。ああ、確かに。遠見さんみたいな。また遠見さん出てる。いろんな作品出てますから、ね。遠見さんも、ラジオネーム。これいこうか。サイレント失格。中国から衝撃的なニュース飛び込んできました。ペットホテルに預けられたオス猫一匹、あ、ごめんなさい。ペットホテルに預けられたオス猫一晩で5匹と交尾。中国広東省とあるペットホテルに預けられたロシアンブルーのシャウピ君が一晩のうちに少なくとも5匹のメス猫と交尾をしていたことがセキュリティカメラの映像から明らかに。翌日飼い主が迎えに行くとシャウピ君は交尾の反動からか疲弊をしきっており、その後動物病院で点滴を受けることになったそうです。背景シャウピ殿、あなたの輝かしい功績、遠く離れたここ日本にも届いております。一晩で5匹ものメス猫を抱く姿、まさに真のモテ男と言えますでしょう。そんなあなたに折り入ってお願いがございます。私にセックスのやり方を教えていただけないでしょうか。恥ずかしながら当方童貞ゆえ、セックスの背の字も経験したことございません。性欲だけは人一倍強いと自負しております。性交渉のテクニックやラブホテルの選び方、おすすめ精力剤などなど詳しくご指南いただきますと幸いです。私もセックスのしすぎで点滴を受けるような一夜過ごしてみたいです。チャオチュールたくさん用意しておきます。猫のチンポは鍵状になっててね、返しがついてるから抜くとき痛いっていうね。だからメスの猫は入れて抜かれるとギャーっていうのは、ね、返しがついてる、釣り針みたいな返しがついてる。怖いね、逃げないよね。だからそうですね。あ、なるほど。怖いですね。すごい怖いね。怖いなぁ。順次さんですか。怖いですね。草薙もな、ちょっとこういう経験あるといいな。ハーレム状態。一晩ですよ、一晩で。童貞、初めて童貞捨てるのに5人っていいな。すごいな。いろんなもん味わえるじゃん。はい。味わえる。大人数はでも、そう、夢ですけどね。大人数プレイで童貞捨てるっていいな。はい。パコパコバスはちょっと用意しようか。いえ、ダメですって、草薙はそんなところに。ダメ？ダメですよ。あれ、応募してるじゃん、AV のパコパコバス。夢ではありますけど、ダメですよ。酒井も。行きたいです、お前と草薙で。パコパコバスは応募だけしたら。モザイクありですか？なし。ダメです。絶対ダメ。俺ら怒られます。Day, night, dreamer. Live.On air. すいません、もう1時間経過しようとしてるんですよ、はい、ラグビーも1回これ、ハーフタイム入ると思いますけど、ね、はい、ラジオで豆腐小僧 FM 岩手、僕は仕事の帰りに毎日ブックオフ、ミニストップ、ウェルシア薬局に行くルーティンしています。かれこれ5年ぐらい続けてます。すげえ。絞れよ、どっか。楽しみなんだな。そうですね。なんか新商品出てないかなとか、ね、見るだけでも、ね、まあ楽しいよな、うん。白熊の豚、あ、ごめんなさい、ラジオネーム白熊のバター炒め福島 FM。 僕はひげが異常に濃いので朝起きてひげ剃り、帰ってきてひげ剃り、夜お風呂上がりにひげ剃り、1日3回ひげ剃ります。普段はいいんですが、合宿の時は酒を飲みながらひげを剃ってるので友達に惹かれます。脱毛した方がいいか悩みます。これもうここまでの人は脱毛してもいいかもね。あ、そうですね。3回多いですね。ノブコブの吉村なんかもひげ永久脱毛してたな。ああ、
でも俺はヒゲ絶対急脱毛したくないけどね。なんでですか？だっていつ勝新太郎役が来るかもしれない。あ、ずっと待ってんすか勝新さん役を。そう勝新太郎。あ、ずっと待ってんだ。そういうなんかヒゲがまたぎの役とかさ、今でいうゴールデンカムイでいうアイヌの人とかさ、はい、もしゃっとしたもしゃっとした役が来るかもしれないじゃん。はい、来ますかね。つけひげでいい。はい。つけひげでも全然いけます。はい、全然。なんなんだよお前。いやいやいや、殺してやろうかな。ラジオネームプラダを着たカズマ。FM 岩手。有吉さん、僕もザ・ボーイズ見てますが、顔面騎乗中に殺された大家さんに感情移入して射精してしまう。そんな、どんなドラマなの？何感情移入してんだよ。そんなこと言ったら草薙に怒られるし。いやいや、俺怒んないです。ということで、一部の地域の方、この時間でお別れ、また来週も聞いてください。お相手、有吉弘行と、アルコ&ピース、酒井健太と、宮下草薙、草薙幸喜でした。聞ける方、引き続き。さあ2019年10月13日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。はい、今月のアシスタントはアルコ&ピース酒井健太と宮下草薙草薙幸喜です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。はい、草薙さ、はい、リングアナの仕事来たらどうすんの？リン、もう一回、リングアナウンサー。リングアナウンサーですか？テングアナウンサーじゃないよ。なんだテングアナウンサー。テングアナウンサー。いるだろ、何人か。テングだね。リングアナウンサー。リングアナウンサー。昨日、ライジン見てたらさ。はい、ああ、やってましたね。あるじゃん、リングアナウンサー。はいはいはい、あれ、昔ほら、関根勤さんやったりさ、はいはいはい、村上昌司さんプライドの頃やってみたりとかさ、はいはい、いろんな人やってたけどさ、はいはい、あれ、草薙、ちゃんと笑いと笑われちゃダメなんだね、会場の人に、埼玉スーパーアリーナの人に。ケンコバさんとかやられて、そう、ああいうなんかちゃんといい声で元気にこう試合グーッと、那須川天心の、はい、ちょっとこれやってみよう。いやな、120パウンドでいいわじゃん。赤コーナー120パウンド那須川天心。赤コーナー120パウンドナスカワ天使や。お前ジョーカーじゃないんだから。何のまジョーカー入っちゃうんだよ。お前ダメだジョーカー入っちゃう。入ってましたか。ジョーカー入ってましたか。ジョーカー入ってね。入れたつもりはないんですけど。完全ジョーカー入ってたね。緊張でだろ。緊張感だね。はい、もうお前もジョーカーだね。いや入れたつもりはなかった。ジョーカーのリングアナ。ラジオネームシャンプーテアット読む栃木。僕の担当じゃない仕事に不備があり。なぜか僕が顛末書を書かされて帰宅した日、むしゃくしゃして3回しこりました。僕はジョーカーですか？ジョーカーじゃないです。ジョーカーじゃないです。スタジオがジョーカー。いや僕も違います。さっきできるリングアナ。220パウンドにして。220パウンド。青コーナー。ナスカ天使。青コーナー。220パウンド。ナスカは天使！ああ、やばい。うまいですね。いいですか？もうちょっと、抑えた方がいいかなと思ったけど、はい、それぐらいの方が境らしさは出てるなって感じだったね。あ、よかった。あ、難しいですね、難しいと。はい。結構。はい。お手本見たいですね。はい。有吉さん。はい。ジョーカーにその仕事いやジョーカーだわ、もうまたいんのジョーカーこんにちはジョーカーにお邪魔しますよ、紹介してください。僕の服装みたいになってんだ。お茶飲んでんの俺も。いや、紹介しなさいよ。お茶頼む。どういうシチュエーションが。ナスカー店長どうなっちゃうんですか、もう。
ラジオネーム天津飯食べたい福島 FM。 ニューヨークの映画館ではジョーカーが人を傷つけるシーンで拍手や歓声を送り続けた人がいるそうです。観客の3分の1が身の危険を感じて避難したそうです。半蔵門のジョーカーさん拍手しましたか？しねえよそれ。危ねえわ。ザ・ボーイズにザ・ボーイズのヒーローたちに感情移入してるっていうの、これ言うなよ。放送の手間違い。俺もこの人だと思われるじゃん。ジョーカーが人を傷つけるシーンで拍手してるやつと俺一緒にいるんです。近いところが絶対するなよ。そうだろ。やばいね。いやだからやっぱそのやっぱ虐げられてる感じが、はい、やっぱ社会的にもこう、うんうん、あの優遇されてね、自分は損してるなっていう感情があれあると、多分ジョーカーがぐーっとこうのし上がっていく感じ、あーわーっと思うんだろうな、やっぱな、その、ね、わー俺の分身だみたいな、うん、読んだら危険だなそれは。でも それぐらいやっぱり、すごい芝居してたってことでもあるけどね。そうですね、すごいな、すごいね、見たいなやっぱ。そうですね、いやなかなか、うん、そういやお前草薙とあれだよ、宮下草薙と俺の師匠2人に合わせたよ、はい、出川上島と飯食わして。えっ初めてこの間上島さん、はい、うわすごいなそれ。あと中岡か、はい、はい、中岡さん、ほうほうほう、みんなで飯食って。緊張した。緊張しましたね。嘘、本当。いやいや上島さん初めましてだったんで、はい、僕会ったことなくて、はい、結構まあスイス飲んでてスイス食ってたけどな。まあその一番離れたところに上島さんと、うん、はい、出川さんな、はい、出川さんと、なんか宮下草薙が楽屋挨拶、仕事一緒でさ、はいはい、楽屋挨拶来なくていいっつってるの、楽屋挨拶だからさ、はいはい、草薙飯食うかっつったら宮下がはい。いや、おう、そっちじゃない。行くか。いや、宮下にも聞いてくれた感じはしましたけど。本当？はい。まあいいけどね。宮下、そう、宮下も、まあ、2人とも誘ってさ、喜んでて、はい。すげえ。いや、なんかさ、はい、本当はこうしたかったの、俺も、うん。いろんな事務所のやつ見てていいなと思ったの、うんうん、仕事終わって後輩と飯行く、はいはいはい、お行くか仕事、このままみたいな、はいはい、俺事務所の後輩でそんなやついなかったから今まで、あ、はい、なあクソボケ野郎、はい、ラジオばっかりやりやがってよ。すいません、はい、すいません、そうですね、全然仕事一緒にならないじゃん。仕事終わりで行くか酒井、はい、っていうのは全然できなかった。こう嬉しかったよ、宮下草薙いてくれて。あ、いや僕らも本当に、はい、ごめんなさい、何やってんだ、ごめんなさい、ジョーカー、ジョーカーじゃない。Slay Night Dreamer Live On Air Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepagewww.jfn.jp/dreamer Sunday night dreamer。 あれ楽しかった？いや嫌な気分した？上島さんと出川さんと、いやあれすごい楽しかったです、はい、あ、じゃあよかった。パワハラなかった？いや全然なかったですけど、はい、本当だろうな。これが今のがパワハラですね。で、すごい楽しい。結構な、はい、結構なんかなんだかんだで、1時ぐらいだったな。はい。あ、じゃあ結構遅い時間まで。はい、ああ、うん、つうの。俺も上島さんと出川さんとも久々だったから。そうですね。はい。出川さんがまたあれだったから、俺、とりあえず出川さんとはもう、まずテレビ局で揉めてるから。あ、そうです。ババーンってノックしてきて。有吉何ですか、もう野球の喧嘩みたいな。何なんだやんのかおいみたいな。有吉何ですか、やめろよ。ヒルナンデスやめた理由俺になってんじゃねえかよ。いや言ったじゃんだって言ってましたね。いや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 な、それ飲みの席でも言ってたよな、ずっとな、ずっと言ってたんですか、ずーっと言ってんだ。なんか南原さんに怒られるの怖いのかしらね。ずっと俺が言ってないから言ってるな。
上島も楽しそうにしてたよ。上島さん。上島、はい、別れたらすぐメール来て、今日はとっても楽しかった。また飲んでもらえると嬉しいなって書いてあった。なるほど、メール覚えたんですね、って送っといて。ドライですね。いやー、そうか。なんか仕事終わりだったから、タクシーチケット宮下草薙が2人で1枚もらってた。それでなんか上島さんそれ知らないからさ、お前らじゃあこれで帰れやつ1万円渡そうとしないからさ、俺がさ、こいつらタクシー券持ってます。なんで言うんすか、それは。危ない危ない。それはそれちょうだい上島さん。いいでしょ。あれでもあれ本当俺が言わなかったもらってた1万円。いやもらってないです、もらってないです。本当、はい、もらったらもう三股だからな。なんか三股さんなんですか。もらったら20ドリだから。20ドリはもう三股だからな。20ドリは三股さん。二重取りしたら三股だからな、終わりだぞ。芸人として終わり。終わり芸人。終わり芸人三股。終わり芸人妖怪三股。妖怪もついた。まあよかったです、はい。またじゃあね、ラジオのショッピー。僕はオナニーをする前に、はあ、めんどくせえけどやってやるかと格好つけます。僕はジョーカーですか。あなたは。ジョーカーです。ジョーカーなの？それは。ジョーカーなんですか？ジョーカー。あなたも私もジョーカーです。笑いセールスマンみたいな。基準が。お前も、お前もジョーカーだ。ジョーカーなんだ、俺ら。ジョーカーあったな、ね。ウォーキングデッドであったな。あったんですか？うん。釘バットの男なんて。知らない？見てない。あ、見てないの？途中までしか見てないですね。釘バットの男がそう、それだった。釘バットの男忘れちゃった、名前。知らない？誰か、ちょっとわかんない。釘バットの男。釘バットの男知らないの？ずっと主役でやってたのにな、後半。あ、ええー。知らない？あ、後半か。ちょっと、全然物を思い出せないんだよ。やばい。諦めましょう。ジョーカー失格だな。大丈夫です。ジョーカーは別に関係ないです。大丈夫です。これはジョーカー失格だ。失格とか皆さん、私、ジョーカー失格。大丈夫ですって。物覚え関係ないですから、そんなの、ジョーカーには。ニーガンだ。出た。よかった。あ、ほら、ニーガン。ジョーカーです。アイムニーガン。みんなが言うんだ。アイムニーガン。みんながニーガンなんだ。ああ。釘バットの方。釘バットの方。はい。そうやって一緒。I'm a joker. You are joker. He's joker. ジョーカー。サナギもジョーカーでしょ。俺もジョーカー。ジョーカーバック。ジョーカーバック。160パンド急に。リンクはな。よだれ。長かったですね。何やろうとして芋川大高芋何言ってんの、何どうも芋川大じゃがいもですよ。もうダメだもん、変な玉ばっかり。今日変な玉ばっかり投げてきます。本当にフォークが落ちます。落ちないフォークで25年やってます。人柄だけでやってるっていう話じゃないですか。なんでもやりますか。もし車庫証明とかなかったら俺やってやるんですか。なんかめんどくさい書類系のこと全部僕がやりますんで、ね、ぜひ、あの、ね、あれ、使ってくださいみたいなこと、コーチ。いや、変化球曲がって、ストレートを。やめちまえよ、もうそんな。見たくないです。いや、今日はほんと聞いてないから。聞いてます。聞いてると思うね、もう。ラグビー見てる。今日はさすがに。聞いてると思う。聞いてる人いますよ、楽しみにして。マジでこのラジオ聞いてる奴らフーリガンばっかりだから。マジでもう渋谷とか錦糸町行ってると思うよ。錦糸町。めちゃめちゃビール飲んでんじゃない？ギネス。ギネス、ギネスビール。ギネスビール。ギネスありますね、ギネス。いいやつ。はい。いや、俺も明日な、仕事なきゃな、ってんだけどな。いや、行ってないですって。絶対行ってる俺。行かないです。渋谷行かないですって。新宿で。
しか、そういうタイプの人いますよ、はい、新宿。新宿のほら、アルタ前とか。アルタ前のところの広場でさ。はい。はい、皆さん、なんでこの世の中おかしくありませんか。次誰ねえ。ねえ。聞いてる。めっちゃ聞いてる。ねえ。酒井さん、はい、なんか世の中おかしくありませんねえ。ねえ、酒井さん。いやいや、聞いてる？聞いてます。ねえ。みんな聞いてます。ますねえ、はい、聞いて。今日ケンタッキーにしない？好きにしてください。まさか。まさか。まさか女優だったと。違う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 。新しい変化球。急所多いですね。急所多い。ナックル揺れないんです。ナックルボールが揺れないんですよ。一個のを磨いてください。縦回転のナックルが。上がる。私、有吉のテンションが上がるメール募集してます。ラジオネームカンパチ太郎。ソフトボールをしている俺。コーチは土屋太鳳だった。土屋がノックを始めるというので受けてみることに。まだ素人の俺は全然ボールが取れない。ゴーを煮やした土屋は、こんな球も取れねえのかと言い、ライナーで俺の顎を粉砕した。俺はその場で倒れたところに間髪入れず、俺の金玉めがけて何球もノックする。俺は金玉にソフトボールが当たるたびに、もう一本お願いしますと言い、やる気のあるところを見せたい。やる気あるところを見せたい。高畑充希ちゃんだったらいいかもしれない。人によるんですね。人によるんですね。ケンタッキー一緒に食べて。マジで、ね、俺高畑充希ちゃんが別に大好きってわけじゃないけど、ケンタッキーの CM、はい、ねえ、ケンタッキーしようって言われたらさ、ほぼケンタッキーにしてるね。どういうことですか。あの CM 見たの、はいはい、ほぼケンタッキー。あ、CM を見ちゃうと、もう、すぐケンタッキー行っちゃう。うわ、すごいっすよ、それぐらい。ぐらい。ぐらい。さっき食べたくなっただろうな、高畑充希ちゃんに言われて。はい。新宿のアルタマで。新宿の、はい。そうですね。高畑充希さんだったんですね。すいません、気づきませんでした。なんでだよ。憑依してただろう。あまりにもちょっと。難かった。あ、難かった。ちょっと、はい。曲がりがなんかな。ジョーカーから高畑充希さんは、ちょっと気づかなかった。シンカーみたいな曲がりするってなんかちょっとな、シンカーみたいな曲がりしてました。ちょっとだけです。あれストレートなんですか。癖がすごいやつのストレート。ジオネーム犬まんじゅう。もうすぐハロウィンなので頭にハチマキを巻いて金玉をたこ焼き、チンコを爪楊枝に見立てて屋台のコスプレをするので、水川あさみさんに、こんなにブヨブヨに柔らかかったらたこ焼きちゃうやん、明石焼きやんと突っ込まれと照れ笑いした。臭いんだよ。いいね。ラジオネームアフロ宅配便。大工として工事現場で働いている俺、現場監督吉瀬美智子が、昼休みよ、さっさと飯食ってと全体に呼びかけると、汚い野郎どもはプレハブ小屋へと走り出した。俺はあまりお腹も減っていなかったので木陰で休んでいると、吉瀬美智子が俺の肩をポンポンと叩き、どうしたの一人でしこってんのと聞いてきた。俺は少し挑発してやろうと思い、もうじゃあ おかず提供してくださいよと高圧的に言うと、吉瀬美智子は、なんだお腹減ってんじゃんと、ポケットから唐揚げを出してくれるという、コテコテのやりとりをしたい。全然コテコテじゃない。全然コテコテじゃないですよ、どうしたの一人で。しこってんのキッセさん。言わねえだろ。なんだよ、これ。エンジェルだな。多分悪すぎるよ、本当に。ラジオネーム豆腐小僧。柴咲コウさんに呼び出されて、なんか面白いことをやれ
と言われた俺、たまたま近くを歩いていた阿部寛さんを捕まえて、阿部寛さんの陰毛を一気に引きちぎって、アルトバイエルンと悶絶させて柴崎コウさんを爆笑させ、ご褒美に後ろから後頭部に蹴りを食らい、気持ちよく眠りにつきたい。阿部さん使うんだよ、アルトバイエルン。モノマネしてるんですね、はい、阿部寛さんちょっと紹介してもらえます？阿部寛さんの紹介。265パウンド、赤コーナー265パウンド阿部寛さん。排除か、排除か。Stay Night Dreamer Live On Air。 Sunday Night Dreamer。さあ今夜のメールテーマはね、私のルーティンということでございますね、はい、まあ日常ですね、私のね。大丈夫な、ギンギンしてんじゃねえよ。僕の朝のルーティンは、起きてすぐコーヒー2杯ガブ飲みして、膀胱をパンパンにして思いっきり放尿することです。とても目が覚めていい朝を迎えることができます。起きてコーヒー2杯ガブ飲みはダメだね。水の方がいいんじゃない？水ですよね。水飲む？朝起きて、はい、水じゃないですか。コーヒーももうすぐ飲む？すぐは飲まないですけど、はい、どれぐらい？目覚めて、目覚めて、何する？目覚めすぐパッと起きる方だ、ちょっとベッドで、割と、あ、ごめん、ベッドだ、ござの上で、ベッドです。大丈夫です、ベッドです。ベッドで寝てます。はい、僕はベッドじゃないですけど。汚いもんな、お前ゴミ屋敷の住人だもんな。いや、そう、まあでもちょっとだいぶ綺麗になりましたけど。だいぶ綺麗に。マネージャーと宮下に掃除してもらって、はい、みんなに掃除して、みんなに掃除してもらって、いい部屋になりました、ね、なあネズミ男。僕何なんですか一体。ジョーカーだったり。僕は誰なんですか。ある時はジョーカー、ある時はネズミ男。などれぐらい？まあ、パッと起きますけど、うん、すぐは飲まないですね。すぐ飲まない？はい、ちょっとテレビつけてぼーっとしながら飲むぐらい。あ、そう、はい、すぐ飲むんですか？ね、どう？僕も、いや僕も全然、あの仕事、あの駅のホームで買って飲む。それも分かります、はい、全然。起きて着替えて、ファイ、風呂入って、ファイって何だ？ファイ、レフリー、お前誰だ？レフリーか、お前。ファイじゃない、ファイとって、ファイとは言ってないです。駅の、そうですね、歯は磨く、歯磨いて全部用意して、はい、駅の売店とかで飲むの？はい、駅の自販機で買って飲む、全然ありますね、はい、あー、そう、はい、ありえないわ。もうすぐですか？じゃあすぐ、起きたらですか？うん、もうチリーン。で、ペラチオ、ペラチオ。水の話せず、水飲むか飲まないか。どこで？は？怖い。歯じゃない。歯こっちなんです。ラジオネームレジスタ、FM 岩手。僕は朝起きたら1本タバコを吸い、シャワー。朝ごはんを食べた後、またタバコを1本吸い、家を出る前にまた1本、計3本。うん、これが私の朝のルーティン。まあ、そういう人いるよね。ラジオのストロール、宮崎、僕のルーティン。1日 1.5 リットル以上水を取るようにしています。健康診断で尿酸値が高かったので、それを下げるために飲んでます。水を飲む量が少ないと高くなるみたいです。ラジオサイレント失格。メールのテーマはルーティン。僕は毎朝出勤前にスマホのリズムゲームを2、3曲こなしてから会社に行くようにしてます。そうすることで頭が冴えて、午前中仕事がはかどるような気がします。まあでも携帯のゲームはまあやるかもな。まあそうですね。やっぱ朝一つけるとログインでなんかボーナスもらえるから、そうですね、一応な。そうですね。うん。それルーティーンですね、確かに。和田っ子さんがまぶたの手術するっつってたぞ。なんか前手術したらちょっとあのまぶた下がりすぎて気に入らないからちょっと悲しいっつってまた言ってたぞ、草薙。和田っ子さん。眼検の手術っていうのかな。ええー。アッコさん言ってたぞ、まぶたの手術するって。はい、だからそれはそのしっかりと頑張って直し出してあげたら。おはよう、僕がですか？だって共演してたじゃん。共演はしてましたけど、はい、そのお花出すほどの中ではない。何水臭いのお前。いやいや、お花寂しがるよ、アッコさん。
欲しいかな、うん、嬉しいかもしれない、なもしかしたら、はい、なんや誰やこれ、はい、なんやこれ、知らん声は気持ち悪いな、はい、ダメじゃないです喜んでないな、ラジオネーム論より証拠の大ライス、新宿アルタで警備員をして俳優になりました、カナメジュンはジョーカーですか、カナメジュンは顔が長いだけだろ顔が長いだけだろ、いやいやそんなことないですよ、そんなことはない、カナメジュンさんメールメールじゃない曲ベビーメタルでダダダダンスフィーチャリングタック松本、さあ東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とアルコ&ピース酒井健太と宮下草薙草薙幸喜がお送りしています。続いてはコーナー行きますけども、ちょっと一個なんだろう、みんなジョーカーさん質問ばっかり来るんだけど、見てないのかなぁ。ああ、そうですか、メール。映画。はい。ラジオに寝ても覚めてもダメ人間。うん。F ながら。ジョーカーさん、いつもメモっているノートに書いているジョーク、教えてもらってもいいですか。ジョーカーって、もともとコメディアン目指してた。あ、ええーはいはい、そうなんですね。スタンドアップコメディアン。ええー。はい。あれが有名だったり、はいはいはい。うん。だから、俺らが見たらまたちょっと、やばいかもな、感情移入した。ああ。芸人だと芸人は刺さるかもしれない。セックスしてる途中にねおならが出ちゃったよーぽよよーぽよよーぽよよー、攻め持ってたんですか、攻め持ってたの、それ攻め持ってたんですか、ぽよよまでニュアンス系の割と違うかブリッジ、ブリッジが怖いって言う。逆しょうもない。ブリッジだったんですよ。それゆけ、残飯マン。FM 栃木。ジョーカーさんはなんかスポーツやられてたんですか？あ、何かわかりますか？ジョーカーさん、なんだろうな、はい。どうぞ。え、いやでも、野球とか、野球ですか、アメリカですか、ね、はい、アメリカとかどうぞ坂井さん、アメフトとかですか、アメフト違います、え正解はね、ゲートボール、おじいちゃんかぽよよーぽーとぼーブリッジが強い、ほとんど環境じゃねえか、環境じゃねえか、テテテツーのテテテツーだよ、ポヨヨ一緒ですからねこんなことやってらんないんだよラグビーの裏で、そうですよ本当に、もっと熱い放送したかったんだ俺今日は、いや確かに負けないような、日本頑張ってくれ、はい、さあ、はい、竹山君も頑張ってよっつって、はい、なんだこれ、ちょっと待僕らわかんないっすよ、ぽよよんとか言って、いやいや軌道修正してくれよみたいな。やり続けるからやっぱ有吉さんがもう止まんないぞもう止まんないんじゃないんだよ本当に、首にバーンとほら麻酔打ってでも言うこと聞かせてくれよ本当にコーナーよかったぞ、もしあなたが〇〇だったら世の中はどうなっていたのか、そうじゃなくてよかったぞというメールを送ってもらい安堵感を共有します。まあ俺がジョーカーじゃなくてよかったぞってことだよね、俺がジョーカーだったらもう大変だぞ、はい、お前ら笑い死んでるぞってことああなるほど、ギャグでなるほど、ああそういうこと、笑い死ななくてよかったなっていう、ああそれはマジでよかったっすよマジでよかったっすかバカにしたないやバカにしてバカにしてバカに全然しないですラジオネーム高速進化、俺がオールブラックスじゃなくてよかったぞ、俺がオールブラックスだったらな、墓で自分を叩いた時のな痛みで泣いちゃってたぞ。いやいや、パッションさんです。パッションやられない。パッションさんじゃないです。膝とかこうやる。頑張って頑張って
仕事頑張って頑張って仕事はぁ団長か。ジョーカー。ジョーカー。全部無理してされた。いや、ジョーカーね、はい、こういう映画じゃないですよ。違いますからね、本当に。めちゃめちゃ暗いから。ああ。もう心の葛藤でやってます。全然違うんですよね。はい。俺はでもジョーカーになる可能性があるとしたら俺酒井だと思うな。草薙とかよりも僕ですか。なんか違う、うん、そうですか。酒井、まあ草薙は今、まあ、自分は謙遜するだろうけど、今やっぱり頑張ってる若手のやっぱり一角だから、はいはいはい、こう夢も希望もある、それは不安もあるだろうけど、はい、やっぱ希望が強いわ、はい、こうなっていきたい、ああなっていきたい、もう明日も頑張ろう、はい、今日ダメだったら明日頑張ろうっていうさ、はい、そういう戦いの中で生きてるけどさ、はい、やっぱサッカーはちょっとやっぱり、いや僕も希望、夢も希望だらけですよ、夢と希望。またラジオか、またラジオかって、いやいや大丈夫です僕、またラジオか、そんな気持ちでやってる、いやそんな気持ちじゃないですよ、今日もラジオか、いや そんな気持ちでやってるんです、ラジオ。またカビクセイスタジオで日の光も見えないなんだ、ラジオ、ほらもうジョーカーになりそうじゃん、ほらこの電波の仕方なんか頭がおかしくなっちまいそうだ、電波止めろ電波止めてくれ、ラジオーカーなんないですよ、なんないですよ、希望ありますから僕も。ありますか。それなりにあります。ああ。まあ危険性はあるのはお前の方かな。マジっすか。これがジョーカーっすか。みんなじゃああるんですね、危険性。みんなそういう危険性ははらんでると思うよ。そりゃ。みんなやっぱ苦悩葛藤があるからね。それは芸人以外でもね、一般の人でも。はい、それぞれジョーカーはある、ね。それぞれ。皆さんはジョーカーなのです。いいですか。聞いてください。あなたも。あなたも出た、そしてあなたもジョーカーかもしれません。お待たせしました。じゃないですか、もうジョーカー、お待たせしすぎたかもしれません。もう私ジョーカー、ジョーカーなのそれも。めちゃくちゃだ、もうめちゃくちゃだよ、もうラジオネームトウコゾ、俺がショッカー、ショッカーですから忘れないでください、ジョーカーじゃないですからね、ショッカー、ショッカーですよ、仮面ライダーの敵のね、はい、俺がショッカーの幹部じゃなくてよかったな、はい、俺がショッカーの幹部だったらな、気に食わない奴は全員捕まえてな、両手をクスコに改造してたからな。俺がショッカーの幹部じゃなくてよかったな。クスコこうもパッパカーって開けられちゃう、こうもの中パーって見られちゃう、見られちゃうってクスコでカパーって穴開けられて、いや分かりましたってなって、分かりましたよそれ。クスコー元気か、会いたかったぞクスコー。誰よ、山下真嗣。クスコー、あ、スクロール知らないですね。ちょっとごめんなさい。30年以上前です。セプコ奥さん、岡田奈々さん。ああ。セプコっていう、ね、いいシーン。綺麗な岡田奈々さん、女優さんが。それとして、クスコ俺の肛門広げてくれ、クスコ広げたくないのかすごいな、広げたいね、いいって今からお前を殴る名場面、名場面ですね。森田っていうね。森田。よかったぞ、今やった。森田 !108 対0で負けた試合の後。悔しくないのか、はい、悔しいです、はい。ああ、それを、はい、今。肛門広げたくないのか広げたいです。すいません。いや、本当に。本当すいません。何ですか？怒られないのかな？怒られない苦しみもあるよ。いいですよ、そこ別に。拾わなくて。お前やってる、それ。自分で反省していくしかないから。はい。
送られない代わりに自分で反省してやっぱり来週に向けて頑張っていくしかないからね。なるほど。でも怒られる方が楽だよ。ダメだよ、何やってんだよ、はい、って言ったらもうシュンとして来週また頑張ればいいんだから。はい、はい、本当そうだと思います ね、はい、お願いしますね。はい、皆さん幸せです幸せです、ね、今見たんです。私に怒られてね。はいはい、高速進化。俺が島田秀平じゃなくてよかったぞ。俺が島田秀平だったらな、女の子の手のシワにたまった汗舐めちゃってたぞ。あいつ変態だからだ。そうなんですか、島田さん。変態インチキ野郎。いやいや、変態インチキ野郎、島田秀平容疑者。容疑者までついた。容疑者までついた。すいません、本日は。いっちゃうぜ。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. ちょっとメール来てます。はい。ラジオネーム、別れ際ちょっとムキになる FM 岩手。ジョーカー、この前パンケーキの行列に並んでいたんだ。いやもうね、そしたら若い女性二人組に列を抜かされてしまった。だから俺はそいつらを置かずにその場でオナニーし抜き返してやったのさ。ぽよよーぽよよーぽよよーぽよジョーカーこんなのね、募集してないんですよ。勝手に作り上げてますよ。ジョーカーを、リスナーたち。全然違う映画なんですよね。金清だから、これ。金清、ただの。金清の悪ふざけ。最も立ちが悪いとされている、金清の悪ふざけ。短歌やります。はい。はい、五七五七七でございます、はい、あ、日本が勝った、日本勝った、うわすごい、うわすごい、はい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 ジョーカー、ジョーカー、なんでジョーカーなの全部ジョーカー対応。俺もう完全にやられてんだ、心。いやもうジョーカーに。そうっすね。あと1個とかなんか、もうな、レベル5まであったらもう4だな、俺な、ね。やばいね。気をつけてください。日本勝ったって、すごい。4連勝だってよ、信じられないんじゃない、ね、本当に、はい。負けなしですもんね、だからね。マジで、はい、すごいっすよ。すごくない。ラグビー関係者の人驚いてんじゃない、いや、そうだと思います、はい、本当。1位通過だって、多分これ。はい、あ、南アフリカ。南アフリカですよ。また因縁。向こうは負けたくないでしょ、ね。伝説の始まりの南アフリカですよ。はいはい、すごいね。すごいな、うん。気をつけろ。南アフリカの、あの、スラム街みたいなところには、はいはい、ハイエナ飼ってるやつがいるから。そんな奴らと戦うんですね。犬かなと思ったらハイエナだったっていうパターン。すごいな。そうっすよ。南アフリカはやっぱり、タフなところでやっぱ育ってますからね。ねえ。なんかありますかな、ラジオネーム、短歌、短歌。ラジオネーム短歌コーナー短歌。いろいろ間違えた。短歌ね。はい、ラジオネーム、恋する川に春の街。いいな。何このラジオネーム、初めて聞いたけど。本当の、本物の人じゃないだろうな。ちょっと読んでみよう。読んでみよう。ラジオネーム、恋する川に春の街、はい。スズムシの音色を耳に、まだしごく。秋の夜長に、指揮者なりける。惜しいな。いつもの人ですね。いつもの人だったな。いつもの連中だったな。いつもの連中。なんだ。またファベーラの連中か。なんだよ。フェリス女学園の子かなって思ったのにな。ドキドキしたんですよ。ファベーラの坊主だったな。
ラジオネームロングコートな方、プレイ中俺の脇腹蚊が止まる、座れ座れの 3P コースかな。そうかもな。気になるだろうな。そうですね。ラジオネームデボンキ、男はね風俗用と普段用パンツを分ける生き物なんです。そんなことねえ。全然そんなことないよ。聞いたことないですね。ないない。風俗用と普段用絶対分けない。一緒、一緒、全く一緒。全く一緒です。全く一緒なんですね。俺もうそれこそ草薙じゃないけど、はい、パンツはもうユニクロの黒いのだけ入ってるわ最近。もうそれ7個にした。もうあもう1週間それで回してる。あ、それが一番いいですよね。もう結局ね、はい、ユニクロが一番いいです。なんか変なグレーとかさ、はいはいはい、買ってたらなんかちょっとユニクロだけど、はい、グレーとかあれとか、あとなんかパンツもらったりもするんだけど、はい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 、もらった高いいいやつとかあるじゃん、たまに、はいはい、なんかなんてディーゼルみたいな書いてある、まあ、ありますね。ああいうのは取っといて、はい、基本はもうユニクロの黒にした。もうグレーじゃもうションベンが目立つから。あ、そうです。黒だとまあ確かに。そういう理由なんですね。もう世界地図になっちゃうから。そんなにパンツが世界地図になっちゃう。今する人います？伸びたの。伸びたの。今行く人いるんですね。世界地図使っちゃう。また世界地図書いちゃってみたいな。ラジオネームカンパシ太郎。喧嘩負け、意識朦朧していても、俺のペニスは相手を指さす。ファイティングポーズね。喧嘩どう射程を集めて喧嘩どうだね。だねじゃないです。だねじゃないです。喧嘩するなら喧嘩どう。大臣見てたらめちゃめちゃ長い。喧嘩するなら喧嘩どうっていう、これがまた僕多いさ。やっぱり役者だからまあまあうまいね。あでももう50超えてんのに喧嘩するなら喧嘩どうって言ってるのかっこ悪いんだけど。だけど、やっぱライジンに出てくる選手ね、はい、朝倉兄弟って強いね、朝倉兄弟が、はい。喧嘩するなら喧嘩どうかかってこいや。下手なの。なんでそんな下手なのスポーツ選手。なんで緊張してんの。もうちょっとなんかリラックスできる環境で、いいセリフ言わしてあげりゃいいのになと思うんだよな、なんか。確かに喧嘩するな、喧嘩。私が証明ですのおばさんもそうだけど。リーブにるりき。もう、みんな緊張するんだよな。そうですね。何でも預けるトランクルーム。カフェにお任せ、カセソーコン。カセソーコン。あの人だけでうまいの。あの人はうまいんですね。あの人だけではないですよね。うまい人いっぱいいますから。はい、その人ね。社長系でうまいのはだって。社長系。私が社長ですのおばさんもそう。あ、私が証明ですのおばさんもライトきつめのあのおばさんもそう。みんな、はい、沖縄のやつもひどいよ。アホジェラーみたいな沖縄の人も変じゃん。ありますね。喧嘩するなら喧嘩道。よっしゃ。会場が全くない。なんでよ会場じゃ、わかってわーって言うとかっこいいのにさ。あ、そうですね。喧嘩するなら、喧嘩道。なんでどうして緊張しちゃうんですか、やっぱ慣れないし、そういうのは。そうかな。はい、社長も。でも緊張しないでほしいな、スターの。そう、あ、まあ、見たいですね。朝倉兄弟、かっこいいのにさ。はい。楽しみだね、これ、年末朝倉会。ああ、そうですね。ダークホースだと思ったけど、本当に強かったな、っていう、はい。すいません、また違う話してしまいました。ブレイクさせてください。Day, night, dreamer. Live, on air. さあ、ということで、有吉行くサンデーナイトドリーマー、もうお別れの時間でございますが、今日はパンね、ごめんなさい、余計な話ばっかりしてたら1枚しか出てませんでしたけども、エンジェル出ましたんで、ラジオネームアフロ宅配便さんにですね、若月グッズも差し上げときましょう。ラジオネーム、お肉総帥、FM 岩手、
ジョーカーさん、電子決済は何を使ってますか？エナさん何使ってますか？何使ってます？もうペイとか使う人いるの？はい。ペイとか。ペイペイ。ペイペイ。ペイペイですか。僕は特に、はい、すいません。元気派ですか？はい、元気派。元気派の人もいます。はい。私ですか？はい。はい。チンペイです。はい。谷村新司です。チンペイさん、谷村新司さんですよ。ありがとう。いや、ジョーカーじゃない。ありがとう。え、チンペイさん。チンペイさん。谷村新司です。谷村新司さんだったんだ。谷村新司さん。ヨロリスさんだ。ヨロリスさん。あ、やっぱ谷村新司さんだったんだ。さっき呼びました。呼びました。ジョーカーさんの質問だったんで、急にな、谷村新司さん出てくると思った。酒井さん。失礼しました。すいません。ラジオのギンギンしてんじゃねえよ。ジョーカーさんが一番尊敬してる先輩は誰ですか？おー、どれなんだ？だと思います。僕はでもやっぱ、上島さんとか、はい。スタンダップコメディだからね。誰だと。あ、でもアメリ、ジム・キャリーさん。ああ、なるほど、アメリカの。正解です。正解なの？たたたたたたたー。安い正解よね。たたたたたたたわ、ラグビー日本勝利おめでとうございます。チャ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 。いや、がっかり。大快挙ですから。はい。そんな音じゃ済まないですよ。ということで、今日は無駄話ばっかりしましたが、台風以外の人いろいろまだまだたくさんいらっしゃいますんで、うん、結構大変です。そうですね。まだテレビとかでもね、いろいろやってるけど追いついてないところもいっぱいあると思いますんで、うん、まあ大変でしょうけど、ちょっともうちょっと一踏ん張り。二踏ん張り頑張っていただいて、はい、まあ早く日常を取り戻せることを私ジョーカーも祈っております。ジョーカーさんも、はい、ね、これ日本ラグビー勝利しましたんで、これは少しでもちょっと元気出していただいて、はい、頑張っていただきたいと思っております、はい、というわけで、お相手は有吉弘行とアルコ&ピース酒井健太と宮下草薙草薙幸喜でした。待ってね。いや、まあ、結局もう最後